よくフェンダーカスタムショップのストラットでリアフロントセンターが3つそれぞれモデル名の違うピックアップが載ったりしますが、あんなのありなんですか？全然ありだと思うんですけど、それは全然ありでしょ、でもそんなことになってるんですね、今通知しなかった。ああ。モデル名は違うか。まあでもなんかこだわって、それ何もう下着は上下一緒じゃないとダメよみたいな感じってことね。そうですか。あ、色が、あ、なんかね、別にいいよね。でもね、どうでもよくないな。あ、まあまあ、良ければいい、ね。うん、そう、良ければいいですね。うん、俺も靴色違いの、色違いのって、そうだね。2色の靴履いてたりする。まあ、そういう意味ですか、靴下がセンターリバースみたいになってる時あるもんね。靴下のセンターどこだ。いや、リバース。まあ、センターって言ったけど。三本目らしやないかい。めくれ、めくれみたいな。いや、めくれじゃなくて、逆にリバースで履いちゃってる。ああ、そういうことか。それね。ストラットのセンターだから3個あるやん。そういうことね。それパンツ逆とかの時ないですか？え、どういうこと？いや、いろいろな逆があるし。そう、パンツの裏表。だから、靴下は、だリアセンター。あ、そういうことか。センターリバースしちゃってる。そういう時はありますね。そういうことはあります。逆なんてことないよ。え、あるでしょ。絶対ないよ、俺。え、ボクサーパンツとか、なんか別にどっちでもいいやって思っちゃう時ないですか？あえてリバースさせる時もさせる時はね、もう気づいてても3日目だからリバースにしとこうみたいな。2日までは我慢できる。